誤操作とかで落ちそうな気がするから怖いんですよね。あ、いやーっていうね、悪い夢を見てね、落ちる夢を見たんでちょっと怖いなって思うんで海の方行きましょう。あれガチでね、ガチで事故ったわ。確かね、あ、ブニャット、確かちょ、ブニャットさんに呼び止められたから、じゃあ宇佐美さん、ちょうどいいわ、ドリームパンチを食らわせてやろう。一撃、さあ生命力を奪った。確かね、高いところから海に落ちるのは大丈夫だったと思うんですよ。ちょっと試してみようか。あ、ここガーディー出るんだ。上の方に行ったらね、ガーディーいるんですよ。下の方にもいるんですね。じゃあこの辺だったら大丈夫かな。とうね、いけるんですよ。ちょっと何に狙われているんですか。ここはヌルジョ出すか、タマンタかな。あ、マンタイン、タマンタ進化前か。で見る技が立てこもるとかあったと思うんですよ。そこに立てこもる、尻尾じゃなくてアンモナイトの殻みたいな感じなんですね。聞きませんよ。ひたすら籠城。でも水上の戦闘っていいよね。この水雲みたいなのかな、あの忍者が使うやつ、あれに乗ってるのが面白い。もう全然効かない竜の波動。攻撃するとき殻にこもるのか、なんか気弱な感じですよね。よし、あら雨ですか。ヌルジョじゃなくてヌメルゴン、進化前のね、ヌメラとヌメイルはもう大丈夫なんですよ。レベル10達成してて、だから竜の稼働、竜の波動と立てこもるで力技か。でこっちがタマンタか。立てこもるばっかりだとなんか絵面として地味というか、いやそんな顔しなくていいですよ。あのめちゃくちゃこの今作めちゃくちゃ強いんですから。じゃあ力を入れて立てこもる、もう出てこなくなると思うな。あ、これで、ね、異大刀ですが多分一徹扱い。まあ効かないし。立てこもる使い切ってもいいな。タマンタいいな、かわいいな、目いいですよね。下まつげみたいなのがある。ひっちこいて戦っているところを横で見ているが、あ、でも背中後ろから見ると顔に見えるな。いいね、今作戦闘しながらうろちょろできるからじっくりポケモンを見れるな。私のポケモンがタマンタで敵がヌメルゴンみたいな。これで立てこもるの技ポイントは使い切った。攻撃の、あの回避も上がっていると思うんですよね。ほら相手の技を回避しやすくなる割にはもう半地に。捕まえてもいいな。
モンスターボールとかもういらないか。いやでもな、最序盤のポケモンとか捕まえたりするときに使うかもしれないし。よし。あ、ちなみにね、伝説ポケモンのあれなんだったっけな、マナフィーか、あの辺とかフィオネのクエストもやりまして、全滅したりもしましたけれども、捕まえました。じゃあギャラディス、ムルジョ大丈夫、半死にしてますよ。相手ドラゴンでもドラゴン同士の技は効くのか。あ、ちょっとやめてください。殻にこもっている状態だったらいいんですが。いやでも耐えるな、ヌルジョ。30ちょいぐらいしか食らっていない。いや、どこまで耐えられるかみたいな、そんなプレイはしないから。いや、ヌルジョーだけに、喜びはしないかな、さすがに。攻撃されて。そんなド M ではない。いや、相手のレベルは高いぞ。あ、いいね。暴風を見るっていうのもギャラドスのタスクなんですよ。お互いそんなに食らわせられない。ハイドロポンプ。今一つでもな。なんか相手の方がちょっと気持ちよさそうに見えるな。早技の暴風効かないし。あ、でもさすがにな。さすがにそろそろだな。3回行動はやめてほしいな。じゃあ満タンにしてやるか。ちょっといろいろあって泣きそうな顔になってるな。これで今一つっていうな。いいね、見た目の割に強いですもんね。言われたい放題だな。よし、ギャラドスを倒すのはあと1体かな。いや、もうかなり健康が悪化しておりますよ。一発竜の波動をやってからの、で、力技を見るだからまだ大丈夫だな。急所に当たった。ですからこの辺の力技でもいいんですよね。アイアンヘッド、そこはヘッドじゃないな。絶対殻で攻撃するだろうとは思ってはいたが。あ、で夜か、フワライドが出てきたと。でこの辺ね、あるんですよ、鉄のかけら。攻撃手段はその殻なんだな。じゃあもう殻にこもっていれば無敵なんじゃないのかな。あ、不安定の親分か。弱点つくんだったら雷でいいですよね。あ、ゴーストタイプ。いやでももうそれは全部達成しているな。じゃあ別に無理に戦わなくてもいいかな。私が好きだね、毒クラゲさんもね。いやちょっと3体はな。しかも毒クラゲが親分。いや、スカボウサミさんの雷パンチで、私のパーティーの中で一番強いし一番愛情をかけていますから、この3体ぐらいは倒せれるぐらいの力は持っているはず。いざとだったらドレインパンチがあるし、ならばあえて。あ、どっちも毒クラゲか。ドロップのアイテムが海に浮いたままというのも。あ、大きさ全然違うんだね。
まだ大丈夫。あ、いい感じだな。いや、一発は耐えられるはず。回復させたいところだが、せっかくですから、使いたいんだがね。前作のダイパリメイクで最終戦まで使っていたからな。そういうのは使わない縛りだし。毒クラゲあと1体ね。じゃあそこはデッドアイ2、毒クラゲ狙いでいきたいが、フワライドが邪魔、不安手もいる。ここらへん、これでよし、毒クラゲのみ。頑張ってくれているのはわかるんだがな、いまいち強そうに見えないという相手水タイプだったらマウント取れるな。よしよし、デッドアイまだ大丈夫でしょう。急所、目狙われたかよしよし、これでもういけるだろう。眠たくて動けない。じゃあそこはモンスターボール、ここまで削りゃこのボールでもいけるでしょう。ダメだったらデッドアイがまた死ぬだけ。よし、よかった、ちゃんと削り役として役に立ったな。でさらにはヒフキ島だったっけ、そっちもいけるんですよね。で、あっちにはブーバーがいて、ブーバー何タイプだろう。グレーでいけるんだったら、彼女って言いそうだった。オスだわ。いや、ここもね、鉄の塊、あの辺も鉄のかけらか、取れるからいいですし、ゴローンは格闘タイプはもう達成してて、倒した数ももう40いってるんだよな。まあいいや、相手をしてやろう。効くでしょ効くでしょ。もう貫通しているよな、ゴローンな。こういう岩タイプとか炎タイプのポケモンって、こういう雨の中でも普通に動けたりするっていうのがちょっと不思議。あ、なんか出てくるな、めんどくさいなで、またゴローンさんで、向こうにブーバー。ならば凍えるがいい。ウーバーなんだっけな、水タイプね。その炎よく消えないな。だって人影とか尻尾の火消えたらイコール死でしょ。ウーバーだってその尻尾の火消えたらダメなんじゃないのかな。好戦的だな。で、ゴローンじゃない。グレイシアか。グレイシアは、冷凍ビームはもういけるとして、次は早技か。ゴローンさん、それ浮いていませんか？空中浮遊する。ゴローン、これ珍しいタイプとかじゃないのかな。あの、浮遊しているゴローンを捕まえるってタスクないですか。じゃあ早技でいいんでしたら、これ力技だ。
もう顔面貫いているから、そらな、そら一撃だわな。え、ブーバーいた？急にリスポーンしたな。このグレイに倒されるためだけに出る早技。みんな可愛いな。あ、こっち見てくれる、こういうの可愛いですよね。頑張りの砂、頑張ってはいない普通に倒しているからな。ちょっとかなり見下している。いや、かっこいいなこの構図。ちょっと私もそっち行きたいなあ、いいなその泣き方、好き。ならばひれ伏せ。まあどれだけ可愛いって言ってもオスだもんな見た目的にはメスでもいいぐらいだし。よし、鉄のかけらはまあまあ手に入っている。おお、放置ですか、沈め玉。いや、かなり熱いところですけれどもね。ウィンディ倒したわ倒したというか沈めたというか。あ、で向こうに親分のキューコン。滑ってマグマに落ちるとかってないからな じゃあ QB のキツネ、バックスタブ取れるか。距離が足らない。待ってよ、投げる前に水タイプね。一回倒しているんですよ。あ、違うな、捕まえたか。大文字を見る、確か。あっぶねえあっぶねえ。いや、いけるかな、一撃で。おかしいな特攻高いのにな。でも水タイプで行くんだったらヌルジョーがいるんですよ。ただね、HP がな。てか、火効くよな、鋼入っているから。相手2回行動すると、デッドアイ。せめて、せめてキノコの奉仕。まあ、眠気に襲われたが、燃やし尽くされる。跡形も残らんだろうな、デッドアイ。意外と死にかけという。あ、一徹さんがいた。多分相手もう一回行動するでしょう。あ、いけそうだな。力技がダメだな。でしたら、行動順が早くなるし。よし、素晴らしい。一回倒しているな、水タイプの技で倒すみんなもう死にかけという。ここら辺は落ちても大丈夫かな。お、鉄のかけらかける3。ここね、アンノンいたんですよよし、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。では、さらばだ。